こんばんはー。こんばんはー。<laughs> はい、今日も始まりました。佐々木さん、ラジオ番組もっとてよ。かっこ仮というわけで、本日も佐々木理恵がこの番組をお届けしていきます。イエーイあのあまず自己紹介します。もう喋りたいことから言っちゃう癖があるから、まず自己紹介しますね。はい、佐々木理恵と申します。もともとはアイドルグループでアイドルしてました。 で今はラジオ番組とか、まあ、事務所に所属をしながらお仕事させていただいてます。よろしくお願いします。はい。でさ、あの何その頭って思われると思うんですよ。まず髪型が、あの、そうこんなあの普段してないですよ。マジで。あ、ちょっと待って。こんな普段はしてないんですけど、違うんですよ。今日前回のラジオでもずっと告知し続けてきてたと思うんですけど、あのライブだったんですよ。お昼。 そうなんですあのもともと同じグループでアイドル活動をしてたこの生誕ライブに出てきたんですよそれでこんな髪型をしてるわけですけどあのよくねアイドルはね若い頃はツインテールとかでも余裕で帰るんですよあオッケーみたいな感じで帰るんですけどあこれですこれです余裕で帰るんですけどあのツインテールとかじゃそのうち帰れなくなってくるんですよ恥ずかしくて。 そうするとライブ終わった瞬間髪の毛外すっていう行為に出るんですけどでも今日ちょっと外したら後ついててまあ私服帽子かぶってるしいいかと思って崩さずこのまま来ちゃいましたちょっと恥ずかしいんですけどあんまりねなんか「やめろ」とか痛いんだよみたいなコメントは <laughs> しないで <laughs> あ優しい <laughs> 優しい <laughs> いただけるとなんだその頭みたいなのしないでいただけるとじゃあ温かく見守ってくださいはいじゃあちょっとまずこちらから じゃん、コロナ対策について、演者スタッフの検件を行っています。換気50分に1回行ってます。番組ルカいじスタジオ内消毒、スタジオ内全て消毒しています。除菌機器を導入しています。鳥越アズーリ fm のスタジオには窓があります。緊急車両のサイレン台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、ご理解よろしくお願いいたします。はい、というわけで、あのでもさマスクが撤廃されたわけじゃないですか？もう。 そうびっくり私それをマスク明日から撤廃なんだよっていうのを知ったのを日曜日だったんですよ。えマスク明日からしなくていいんだよって言われてえ嘘だって思って何そんな嘘ついて私のこと被告民にしようとしてんのみたいな最低だねみたいな感じだったら本当にマスクしなくてよくなってて <laughs> はあみたいな本当だったんだってなったっていうあの話だったんですけどはいなのででも全然マスクしちゃいますねやっぱり。私全然まだなんかマスクしてでも 今まではなんか夕方とかこう人気がなんか夜とか人が少ない時間に散歩行く時もマスクしてたんですよその一応みたいなけどその夜とか夕方散歩行く時に人がそんなに密集してるとこに行かない限りは散歩しなくていいのかなと思ってあの散歩するの時のマスクはやめました暑いとかあの外だしと思って密集してないしみたいな感じでやめましたっていう感じなんですけど ええー、あと最近の出来事ね。まあ、そのライブは楽しかった。あ、急にさ、あったかくなってきましたよね。ね、でも今日がめっちゃ寒いですよね。<laughs> マジで寒すぎて。え、マジで、えぶ、結構本当に無事かなっていうぐらい寒い。え、でも、東京は昨日、今日は急に寒いだけで、先週はすごいあったかくて、 でなんかお花見シーズンだねみたいな感じなんですけどでもなんか桜ってさ一瞬じゃないですかで開花はだいたいこの辺になりますよみたいな言われてるのにあのー、ありがとうございます Twitter にコメントが届きましたありがとうございます今日めっちゃ寒いんですけど冬物全部クリーニング出しちゃったとかしてないですかだって今回のゲストさんとのトークも楽しみにしてます カメち,ちゃんありがとう待ってカメちゃんすごいちゃんと公式マークつけてるそうなんですそうめっちゃ寒いよねクリーニングまだ出してなかったからよかったでもさだからといってめっちゃ分厚い冬のコートをさ着,る着る季節感ではないからめちゃくちゃ難しいんだよねこの今の感じがそうなんです今回のゲストさんとのトークも楽しみにしてましたこと,のことなんですけど今日は出てくれるゲストではなくて観覧者さん が来ているので全然あのぐいぐい絡んでいこうと思ってます後ほど遠くで <laughs> そうでなんかさ桜の話に戻るんだけどさ桜ってさこの日咲きますよ例えば何3月20何日に咲きますよ開花満開ですよとか言っててもちょっと前に旬来てませんわかりますこれなんかちょっと前にめっちゃえこれ何月何日にいいか一番いいとか言ってるけどもうこれちっちゃうんじゃないかなって不安になって で毎年桜見るたびにお花見行きたいなと思うのに私プライベートっていうのでお花見行ったことあのないんですよ東京であの実家北海道なんですけど北海道のお花見って5月なんですねしかもなんか東京みたいにビール売っててとか屋台があってなんかちょっとずつ買いながら何て言うんだろう飲むとか食べるとかじゃなくて北海道のお花見って公園にブルーシート引いてジンギスカンやるんですよ そうだからあ待って今ごめんなさい私今ピンポンとかドドンとか出してくれるかと思ったら何にも出てこなくてその間を待ってしまいました今絶対入ると思って止めてたら入んなかった <laughs> そうなんですだから北海道のお花見はなんか家族で行くとかっていう感じのイメージがあってで18歳までしか北海道いなかったから東京来て東京は3月ぐらいに桜咲いちゃってみたいな。 でじゃあお花見お花見って毎年思ってきたんだけど気づいたらお花見終わっちゃってだからお,お花見の思い出といえばそのアイドル時代にこうみんなでお花見オフ会みたいな代々木公園あった時に 2, 2回ぐらいかな2年ぐらいかなやってたんだけどそれがもう3年やったのかなそれがね思い出それだけ私のお花見の思い出でそれが <laughs> しかもさちょっとさ肌寒いんですよまだ。 その寒いさと桜と代々木公園が本当に最高にねあ花見ってこんな感じなんだみたいない楽しいですすごく。はいというわけでじゃあ早速行きますか大丈夫ですか観覧車の観覧のお二人は。早いなってえでもねほんあれなんですよ早いなって今観覧の人に突っ込まれたんですけど。 このお二人がお二人を交えてのトークはあの10分からってしてるんですよ。なので何気にそこまで時間ずれてないんですよ。あっそうみたいなあのあのね今日のねゲストさんゲストさんっていうかねか今日は観覧者の方を迎えてのラジオなんですけどあの喋ってくれないの一言も発してくれないのね。だからリアクション取ってねって言ったんですよ。そう。 リアクション取ってねっていうふうに言って喋ってくれるゲストさんがどれだけ温かいかが分かりました <laughs> 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 私今日水も飲めないんですよマジでトークつなげていただきたいんですけどでもまあ顔出しねできない事情の方もいるので私がここはそうなんですしかもね今日観覧に来てくれてる2人もですね 私を脳ことをアイドル時代から、まあ、ずっと知ってくれてる方たちっていう感じなんでなのでせっかくだから、まあ、この企画をやりたいなと思ってるんですけど企画に入る前にツイッターのコメント読ませていただきますありがとうございますあっヘベタンヘベタンお、きました。 あ,あののねね確かかに久しぶりのステージなんか、ね、アイドルやめてからちょいちょいのちょいちょいって言っても年に2回1日限りの10分15分とかでステージに立っててアイドルやめてから3回目のステージだったんですけどあのね息切れ半端なくて <laughs> 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 なんか普通に何だろう今まではこんなの余裕でいけたところで。 なんかお腹の力で声支えきれてないみたいなのが自分で分かる時があってで筋トレとかはしてるんだけどやっぱ筋トレとアイドルで使う部分の筋肉って違うからあやっぱりなんかだからレッスンって大事なんだなって思ったっていうかそうしかもレッスンでできててもステージ上がるとライト浴びる緊張してるでちょっとなんかまた厳しくなるんですよねその何て言うんだろう声を保っなんて何て言うんだろうな。 レッスンで全力でやって保ててやっとステージでまあギリ行けたかなぐらいの感じやっぱステージのが上がるからっていうのがあるからそうだからそれでなんかちょっと体何て言うんだろうなちょっとも筋力落ちたなっていうのを感じたやっぱ現役をやめてからやっぱちょっとさすがにあの落ちてそこでやっぱあの時よりは落ちてきてるんだなって思いましたねでもステージは大好きなのでまた機会があれば立ちたいなと思ってます はいじゃあ行っちゃいましょうかじゃあさっきねあの今日の観覧で来てくれてる方もアイドルの時からずっと私に関わってくれてる方ということでこの企画をやりたいと思いますアイドルのこれありなしのパート2ですイエーイえこれね意外と大好評企画だったんですよ楽しいみたいな。アイドルとして、なんか前回の時は なななんんか例えばなんだっけななんどんなお題があったっけあ彼氏いた,こいたことあることが表に出た現役アイドルありなしとかあとなんかあのアイドル辞めた後に実はアイドル機関から交際をしてましたみたいなのをこう発表するのはありなしとかそういうことをねあの私がお題を出して。 あのゲストの方にこれはありなのかなしなのかそしてツイッターのコメントをくれる方にありなのかなしなのか問いかけていくっていう企画ですはいあじゃあ早速いきますよ待って今回ね1 2 3 4 5 6, 6台あるんですよ6大台でもこれは絶対きついなってものを <laughs> から行くのやめて あのちょ軽いものからいきますこれはね人によると思いますじゃあ第一問ありがとうございます私服がダサいアイドルでじゃあライブ終わりましたじゃ私服で私服で物販するときとかあるんですよ私服でチェック取りますとか私服チェック会ですとかあと入りとかさあの帰りとかにもさ見られることあるんですね私服ってじゃあもうマジでマジでこれは本当にやばいみたいな私服 のアイドル誰が見てもちょっとこれは可愛いとは言い切れないみたいなそんなックのアイドルはちょっとありかなしかじゃあめ丸かバツでやってくださいせーのお一人バツで一人丸だったえこれはなんでちょっと理由聞きたいうんダメな理由うんあだ入ってないから大丈夫だよマイクあれかぎり あ普通に私服なさいのは好きじゃない <laughs> なるほどなるほどねあまあ普通に人としてちょっと私服なさいの心配になると<あ>なるほどなるほどえ逆になん,なんで OK? ー？あ服じゃないからねっていう回答いただきましたととあなるほどねえじゃあ私がさ私の答え言ってもいいですか「私服なさいアイドルありかなしか」 私のか回答はブブー <laughs> ですで。一緒ですね。えってこれ理由っていいですかなんかあの別に自分がすごい偉いわけじゃないんですけどなんかアイドルというお仕事をしているならば何時でも見られてることを意識してなんか飼育もちゃんと意識をして着るべきだと思うんだよね。なんか その瞬間以外だったら何しててもいいんだったらさじゃあ何でもいいわけじゃんじゃあな、まあ、究,究極の話さじゃあ私服の時何しててもいいんだったらさその辺で喫煙しててもいいでしょってなっちゃうじゃんでもそれは違うじゃんからなんか私服まで意識してくれるんだったら嬉しいなみたいなでもさアイドルちゃんって基本さそんなさマジでその私服は本当にやばいよって人なかなかいないじゃないですかからも安心かなとは思うんですけど あ、ツイッターにコメント届きましたありがとうございますあ、あきしー、あきしお疲れ様。ありがとうコメントあ、これはねライブのことかな今日は寒いですがライブはめっちゃ暑かったですなお花見行きたいですね今日のラジオも楽しんでいきましょうなんか待ってなんでなんでこんな敬語なの <laughs> 1> あ第1問アキシーはありだなそれも含めてその人のセンスも見れて面白いしステージがメインだから問題ないあ逆にね逆に言うとステージがメインだからそこは問題ないよってこともあるのねあこれなんか私意外と賛否両論あるいい内容を選んできたんじゃないはいじゃあ次第2問いきますか第2問言葉遣いが汚い 私,あそう私口悪いタイプの方のアイドルなんでそうなんですなんか結構あの親にもずっと「あんた口悪いから直しなさい」って毎年あのお正月に「いい今年の目標はねその口の悪さを直すことよ」って親に毎年言われるんですよでもね言っていいですかこれ私のこの口の悪さマジでお父さんの遺伝お父さんめっちゃ口悪いんですよ本当にだからあこれはちっちゃい時からお父さんの言葉遣いを聞いてきたからこの口調になっただけだよって思ってますはい <laughs> <laughs> もうあのー、どうですか言葉遣いじゃあお二人に判定していただきましょうじゃあ言葉遣いが汚いアイドルありかなしかせーのえー、待ってごめんなさいえこれも丸としかもさっき私服がダサいのが無理って言ってた人が言葉遣い汚いのはいいっていう謎のえみたいなシック ダサいのはダメなのに言葉遣い汚いのいいのっていうえ、ちょっと理由、理由いいですか理由聞いて、うん、はい言葉遣いは直せるでしょあ、直せるから,らいいかでもそれ、あの人との武器じゃないかなってっいいあー、なるほどね直せるしあの細かく言うと、ちゃんと普通に喋れてそれが。 あーなるほどね悪いものを何でもいいってわけではないよーってことねその人のキャラクターだったり人となりをうまく活かせるんだったらいいよーって話ねああなるほどねじゃあダメ側の意見うーん、まあ待って深い深いところ えじゃあ私やばいよ北海道弁とかいいさっき食べやーとか言うよあこれは全然平気さっき食べやーとか全然使う <laughs> あそれはいいんだえー、難しいもっともっとって何だろうあちなみに私のこの言葉遣い「汚い」は「丸か×か」っていうと私は三角 <laughs> あの綺麗な方がいいと思うんだけど自分が汚いからあの,あ,のあんまり言えないっていうだけです理由は。 ああ私でもねこれけんか越しで言うとねびっくりしたのがねカナダに留学してた時に滞在してたのがフィリピンの家庭フィリピン系カナディアンっていう家庭だったんですよだからみんなフィリピン人で私びっくりしたのがフィリピンの人ってなんか日本で言うと「ん?」って聞き返すじゃんなんとかなんとかだよね「ん何て言った?」みたいな感じで聞き返すじゃないですかフィリピンの人って何か言ったら聞き返す時「あ?」って言うんですよ あみたいなめっちゃ最初怖くって「あ」って言われるから「なんとかなんとか」って言ったら「あ」みたいな言われるからえ待ってマジで怖いってなってきてでそれの口癖が私もなんかうつってたまになんか言われたら「あ」って言っちゃう時あるんですよでもマジで「ん?」ぐらいの気持ちで言ってるのに「あ」ってやっぱ強いなってなったっていう話これ気をつけなきゃと思ってそう一時期もっとね帰国した時の最初めっちゃひどかったんですようつっちゃっててなんか全部「あ」って聞き返しちゃうじゃあ はいあもう待ってどん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 上がってかなきゃオッケー次はこれだ第三問目部屋が汚いだらしないアイドルこれありかなしかあまりこもるやめてくださいよ <laughs> なんか汚いとかだらしないって で見えないようにしていてもちょっと出てきてしまうもんだと思うんだよね日常生活にもそうだと思うんですよで私はちなみに自分ってだらしなくないよねとかしっかりしてるよねって言われるけど1個だけめっちゃここダメだなと思うところがあってめちゃくちゃ忘れ物するんですよそうめちゃくちゃ忘れ物しちゃうでその忘れ物のレベルがくだらないものもあるのもちろん例えば衣装忘れるとかはなかったけどあの いつも化粧ポーチに1本入れている綿棒を忘れるとかさそのあってもなくても変わらないみたいなものとかを忘れるみたいなことが多くってあともうめちゃもう最悪忘れ物した時は途中からでもダッシュで帰ったりとかはしてたからそこまでなかったんだけどでもダッシュで帰ったことが何回かあるからやっぱ忘れが癖があるっていうか忘れ物しがち無意識なんだよね 準備して家を出る時には家を出なきゃってことに集中してるから忘れ物がないかなっていう脳みそになってないんだよね。そうっていうので,でもそこは自分のだらしないところかなと思ってるんですけどとにかくもう部屋が汚いとかだらしないみたいなアイドルじゃあ,ありかなしか判定してもらっていいですかせーのあこれはね2人ともバツでしたえこれ理由は何ですかうん あ、出ないんだったらいい。出ないんだったらいいんだ。<laughs> 出ないんだったらあだけどまあ、出ちゃうでしょ？ってことですね。うん。どうですか？いいあ、女子力が高い方がいい。そもそも。<laughs> 女性らしい方がやっぱアイドルたるものはいいんじゃないかってことで。へ あーなるほどじゃあ意外とあれ,あれかな王,、まあ、王道っていうかしっかりとしたきっちりとしたアイドルの方が好きって感じか個性派アイドルよりでもね絶対そうだよねの方がいいってことですねなんで笑ってるんですか、えー、部屋が汚いこれみんなさツイッターに意見書いてよ全然意見書いてくれないじゃん <laughs> コメントくださいよちょっと私一人で喋るから頼むよ 私あそう私はちなみにうん男性も三角かななんでかっていうと出なきゃいいけど私も出たらダメだと思うから例えばさあのチェキのだっけあの落書き入りのチェキデコチェキを売ってるとします書いてくるねって言って持って帰ります部屋ん中でなくしたとか言われたらもうアイドルとして終わってんなってなるその。 商品として買っていただいたものがなくなっちゃったへえへえみたいなテンションされるともうアイドルとしてあのそれもうじゃニーズと売らないでってなる感じかなうんお水飲んでいいんですかちょっとこれねちょっとごめんなさいしゃべるペースを頑張らなきゃいけなくてちょっとお水飲みますねさすがに <laughs> ちょっとコメントお願いしますツイッターのちょっと一瞬無言になりますね 私さ最近の悩みっていいですか口いっぱいに物を入れる癖があるんですよもともとご飯も飲み物もそしたらか最近何かこう年取ったのかからわかんないんだけど水飲んだ時にこっからこぼれる食べ物食べた時にあふれるみたいな <laughs> があってこれ最近やばいと思ってマジで気をつけてるだからあの自分の口のキャップは分からずに喉乾いてるから飲みたいで入れちゃう お腹減ってるから食べたいで食べちゃうっていうので、あふれてるんだよね。だからこれ気をつけなきゃいけない、こういうところもだらしないよね。本当に。気をつけなきゃいけないなと思ってます。はい、じゃあ次、いきますよ。待って、これ。も、ま、う、あ、いっか。進むか。時間待ってる、る私がその時考えるわオッケー。第四問目。食べているものが、いつも高級なアイドル。なんか様子がおかしいな、こいつみたいな。 なんで昨日、叙々苑の焼肉食べて今日アフタヌーンティー行ってるみたいな。で、次の日、なんかね高級な中華食べてて次の日、フレンチ行ってるぞみたいな。インスタグラマーバリの写真をキラ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 したものばっかり出してくるアイドルはどう思いますかこれ、どうなんだろうこれ、どうなんだろうと思ってこれ、女目線と男目線でまた違うと思うんだよね。 高級なものばっかり食べているアイドルまあおかしい明らかにツイッターとかインスタとか写真並んで見ててなんでこんなにいいもの食べてるんだみたいなアイドルどう思いますかっていうことでじゃあ2人ともいいですか2人の決断判断はじゃあ「○」か「×」かせーのえこれ「丸なんだ上,上,上限 ケケースバイケースス例えば例えばあなるほど案件だったらいいんだ案件だったら仕事だから食べてもいいとああとはあれそれだったら OK ってこといいよ全然片寄って,て <laughs> 片手でいいよ <laughs> 誰と食べてるかが気になるって感じああ、そっちの意見なんだ。なるほどね。あーなるほどね。やっぱ男女で視点違って面白い。へえ。でも、それは、二人とも丸ってことか。え。じゃあ、私の回答言ってもいいですか私は、罰×。 これはね、あの、なんか私のこれ、女性だからかもしれないんですけど、この人パパ活してるんじゃないかなって思えちゃうんだよね。<laughs> あの、高級なものばっかり続くと。えみたいな。いやでもその中には、やっぱり去年のクリスマスに一人でカップヌードルをすずってたっていう女の嫉妬もあると思うんですけど、その嫉妬心からちょっと、ああ、いいもん食いやがってみたいな気持ちもあるんだけど、なんか高級なものばっかり続いてるのを見ると、まあ、そう思っちゃったりとか、あとなんか、 お金どうなってるんだって思っちゃったりとかしてしまうっていうのがあるのとあと食べてても載せなきゃいいじゃんって思っちゃうそのそんなに立て続けにみたいなでもこれは完全に嫉妬ですね <laughs> カップラーメンすすってるあの女の嫉妬なんだけどそうって思う時があるこれでも面白かったなんか意外と男女で意見割れるっていうそうでもこれは ありがとうございます普通にあれだよインスタグラマーとかがやってても嫌じゃなくてアイドルがやってたら嫌だって感じありがとうございますアイドルがやってたらそうこれはインスタグラマーとか普通に会社員している子とかが毎日高級料理食べてても何ともなんかあいい生活していらっしゃるぐらいしか思わないけどアイドルがやってたらちょっとそっち考えちゃうみたいなっていうだけですよあ じ Twitter のコメントありがとう待って嬉しいあカノープシさんカノープシさん部屋が汚いだらしないは度合いによるかなあ確かに度合いによるかなちょっとくらいなら個性キャラってことでいいかもねえゴミ屋敷とかでも確かにキャラになってるもんね <laughs> ゴミ屋敷でもキャラになってるもんな確かにそうやって言われてみるとあ待ってヘベタン 口からこぼれるアイドルはやだな。確かに。こんなさ、このアイドルありかなしかみたいにやっといてさ、口からこぼれるアイドルはなしだろ、絶対。絶対ダメだ。アキシ飲んでる姿も、天使、だらしはない、だらしないわね。同じく三角だな。結局、人柄ってどこから出てしまうからね。自分的にはだらしないのは種類によっては許せます。あーあ、わかる。あの、ゴロゴロしちゃうとかさ、ずっと動かないとかは別にいいんだけど、なんか、虫、なんか、 排水口から死ぬほど虫湧いてんのに平気みたいなのちょっと嫌だなっていう。<laughs> 私ね、あの人、私ね、極端なんですよ私。極端だから、あの、すごい許せないことが多いっていうよりかは、すごい行き過ぎちゃったものを想像して許せないって言ってるのはあるね。じゃあ次第5問目。何、何が面白いんですか、二人とも、うん。笑ってらっしゃいあ。次からきつ,きついよ。これ絶対なしって言うよ。匂わせ投稿。 似合わせ投稿わかりますあ、分かって、ほら、スタッフさん分かるって。例えばですけど、例えばですけど、うーん、何があるかなお水じゃ例えにくいな。あ、服服、例えばじゃあ、私のお気に入りの T シャツです。って言って、インスタグラム載せます。その、うーん、じゃあ、2日後とか同じ時間ぐらいで、 あの全く違う、まあ、違うっていうか、その、男性が、なんか、お気に入りの T シャツですって言って、同じ T シャツ乗せてるとか。なんかその、相手を匂わせるようなことをする投稿をしてあるみたいな。なんかわかりますかこれ。わかりなんか芸能人とかがよく言う話題になってますよね。匂わせ投稿みたいな。あとなんかアイドルとメンズ地下アイドルが匂わせ投稿とかでよく話題になってる。例えばなんか、乗せてたものが、 その人のの人写真の端ににってたたとか同じじ部屋にいたんじゃねえで、そういう匂わせ、なんか2人の関係をにわせしてる投稿みたいな。これは許せる、許せないっていう。難しいえ、これ待って、難しい、これ難しい。えちなみにスタッフさんはには匂わせ投稿はどうですか推しが匂わせ投稿をしてたら推しとか、まあ、アイドルとかが匂わせ投稿をしてたら おーあ健全です健全です× <laughs> 健全で,すですねだってそれってその関係をにわせるものだから関係がありますよってことを言ってるってことですもんねですよねおおありがとうございますさあこのにわせ投稿はありかなしかじゃあ判定をお願いしますせーのあこれよかった二人とも健全じゃん <laughs> 健全でしたもうこれはなしだよね なしだよね痛いなしだよね <laughs> えこれも男性を匂わせるということがもうよくないよね、うん、あ、ま、待って待ってあの <laughs> 今あのい一例が一緒にご飯を食べててあの自分の写真の中に相手の手を写らせるとかってこと そんなの匂わせどころかもうーアウトでしょ <laughs> えそんなのアウトでしょ <laughs> でもきっとさ何も考えずにさあれだよね取っちゃってあげちゃったのかもしれないもんねありがとうございますあなるほどねそれめっちゃ嫌だね <laughs> あ待ってアキシ×罰じゃねえかな <laughs> おお待って待って <laughs> じゃねえかにいい合わせ投稿するメリットがよく分かってないかも変な煙立てない方がいいあ確かにあのねでもねこれねなんで何かね匂合わせ投稿するメリットってメリットっていうかなんでじゃあ匂合わせ投稿してしまうかって例えばあのじゃあアイドルして女の子がアイドルしてます男の人は普通に会社員ですアイドルしててこう何て言うんだろうみんなに見られる仕事じゃんそれが こうちょっと嫌で自分だけのものってことをアピールしたくて、まあ、マウント取るために匂わせ投稿したりするわけこの子俺のもんですよみたいなのために匂わせしたりとかあと例えば男の子のアイドル女の子のアイドルだったら男の子の,そのアイドルも女の子のアイドルもキャー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 言われてるわけじゃないですかそうなってくるとなんかお互いにいや私たちのもんだからっていうのを匂わせ投稿したりとかするわけすんなよそんなことって私は思うわけねえ でも本当にだからなんかメリットはなんか自分のものだっていうか異性を意識させたいみたいなことですよ。可愛い,いですね。はい、可愛い,い。でどうなねま名前言いそうになった今。どうなんですかどうなんですか。うすかから裏考えちゃうのね。うん。考えちゃうのと単純に商売としてので相手にやられた場合ってこと本人がやった場合もあるでしょう。

今ちょっとじゃあ今言ってたこと代弁しますね。あの人気商売なのにわざわざ匂わせ投稿をしてそのまああれだよね、まあ、マイナスな方に働くことをするメリットがわからないバカなのって言ってました。<laughs> いやでも本当にそうですよね。本当にそううと思うし まあ、可いいなーって感じだし。でもさ、私逆にその匂わせ投稿みたいなのが流行った時にやめてほしかったのが、全然何にも匂わせしてないのに匂わせ投稿ですかみたいな。言われるのはちょっと迷惑だった。しかもそのね、なんかね、投稿がね、あの、グレーの食器使ってただけで。それ白も持っててペアですよねみたいな。いや、白持ってねえし、みたいな。<laughs> 勝手に想像してすんのやめてもらっていいみたいな。 はあります、ね、だからにおわせ投稿をする人たちがいるから匂わせ投稿の危害を被るっていうか <laughs> あとなんか2個持ってたらなんかあるでしょみたいな2個買っちゃダメなのみたいなあのそういうものになってきたりもするそう例えばテーブルにさランチョマットとか引くじゃないですかで1個洗ってる間にもう1個使いたいじゃん乾かす間とかだから2個買ってたまたま こうなんて言うんてううだろうテーブルのサイズも2枚置いたらぴったりぐらいだから別に相手がいるとかいないとかじゃなくてまあ並べて置いとこうかなテーブルにみたいなその方がテーブルがこう埋まって嫌な感じしないなみたいな思って置いといてそれ映しただけでなんか向かい側に誰かいるんですかみたいなもう家来ればと思うそこまで言うんだったらみたいなことはありますね「<laughs> 家おいでよじゃあ」みたいな向かい側で食べてくれるかご飯ってなる。<laughs> 匂わせなんてあのね本当にそんなバカなことしないよと思って子供じゃないんだからって思うけどねもちろん私もバツですねうん朝食作ったっつって2人分のご飯の写真をあげるってこと,てことそれ匂わせなのあ匂わせか,か,かあそういうことかえー、何それなんか楽しそう。 <laughs> 私クリスマスにご飯食べてるって言ってさカップヌードルってどんな女だよねかわいそうじゃないちょっとあ確かにカップヌードル2つ置くわクリスマスに <laughs> いや違う、ね、遅くなっちゃったんだよご飯があ,あじゃあこれあこれ結構キュかもしんないあでもどうなんだろういきますじゃあ最後あ待ってね最後はですね手をつないでないけど男性と2人で歩いてる 手は繋いでないけど、男性と二人で歩いてる。これはどうですか？これ結構難しくない？<laughs> なんかこれさ、なんだっけアイドルのこれありかなしかじゃなくてさ、どこまで想像力ふふ膨らませられるかテストみたいになってるよね <laughs>。<laughs> どうですかね。めっちゃ考えてますね。 えどうなんだろう異性と2人でもご飯とかじゃないんだよご飯とか遊んでるとかじゃなくて歩いてるとこしか見てないわけそれはありなのかなしなのかっていうやめてよめっちゃ静かにするのえちなみにこれスタッフさんまるまるなんですねこれ後で理由聞いてみよう今ねスタッフさんの声は聞けないからそうえ気になるわどう,どうですか2人とももう考えついた オッケーですかあでも今スタッフさんが書こうとしてくれてるからスタッフさんの答えみたいあそれ先にやってますねいきますじゃあ2人ともあのー、異性と異性というか男性と手はつないでないけど歩いてるこれはありかなしかせーの、はい、なしとありこれも割れたすごいなしありありスタッフさんもありもう一人の方もありもう一人の方はなしあーなるほどこれはじゃあ なし側のお話から一,個一回聞かせてください。人で歩いててだかまあてるんだ、まあ,ていあー、なるほどね。 あ年齢とかにもやるけど二、まあ、人でいるだけで、まあ、疑,疑ってしまうっていうあなるほど、ね、ちなみにさつながってるのかなと思っちゃうって言ってたけどさつながるっていうのはさあれだよね応援してくれてる人とアイドルが歩いてたらつながってるだけどってことだよねあ付き合ってるのかなと思っちゃうってことか二人で歩いてるだけで手をつないでなくても、うん、いいんだよ自分の意見言って気になるから全然気にせずに。 あやきもちをやっちゃうかわいい表現かわいい表現ですねじゃあじゃあ有りの意見をじゃあお願いします生前いそうになるんだよなこれほんとん、うん、に確かにあー、まあ 確かにあ今ねもう一人の方の意見はね、あのーまあ、どういう関係か一緒にいるだけじゃ分からないし俺深掘りするタイプじゃないから見ちゃってもってなんかなんか兄弟かもしれないし仕事関係かもしれないしそれは分からないよねっていう意見でしたじゃあスタッフさんの意見あアイドルとかならマネージャーとかもあると思うし考えすぎはよくないかなと <laughs> めっちゃまとも <laughs> <laughs> めっちゃまともでした確かに確かに確かにでもなんかでもんか確かにさどうなんだろうコソコソしてる方が怪しいですよねコソコソしてる方が堂々と歩けない関係なのかなみたいなコソコソ歩いてるってコソコソ歩いてるってあコメントが届きましたえこコソコソ歩いてるってどういう感じだろうこういう感じこれなんかありがとうございます そうなんだよねメガネと帽子逆に目引きますよじゃあ読みますツイッターのコメントあきしどうなんだろうね個人的にはできれば罰と言いたいところだけどねスタッフさんや関係者かもわからんしね何せよ何にせよりえちゃんのような自分を客観的に見れる人がいいああ嬉しいですね客観的に見えてるのかなアイドルにこだわりが強いだけかもしれない <laughs> あ 一緒に歩くくらいさせてあげて別に気にならないあーこれこれ本当に分かれるんですねああどうなんだろう、うん、私でもさすごい困ったのは似てる人がいてあの男と歩いてたでしょって言われて全く歩いてないし 何時にこことこにいたって言われたんだけどその時間家にいたし何な,ならあの親友と電話してたしみたいな時に「いたでしょ」みたいな言われてあの「言いがかりやめてもらっていいかな」って言になったね「<laughs> いない」って言ってんじゃん写真撮ってきてよってなったらんかやっぱあのこういうさ、まあ、あのあ当時アイドルの時も結構ほら長めの黒髪とか前髪みたいな誰でもいるんですよそんな人見た目。 でさ服もなんとなくさこう背丈の感じとかさ細さも似てればさ「えあれあいつなんじゃない?」ってなるじゃないですかでそれでなんかその時に男の人とかといたらなんか「えっ?」みたいな何みたいな感じになるわけじゃんごめんなさい残念です家にいて電話してますみたいな何何<う>何か言いたげに、まあ、あのプライベートでねやっぱアイドルしてて男の人と会ってるっていうのはあれかなって,って <laughs> あ プライベートだとしてもアイドルをしてるなら男の人と会ってるっていうのはどうかと思うよっていう感じねでも仕事の関係者ならいいよってことでしょあなるほどなるほど確かにああよくないってことねやめてほしいってことね確かにアイドルだったらそうああそうだね私もでもほらこの前回さあの <laughs> これありかなしかの時にさアイドルだったら プライベートで男の人と2人で遊んじゃいけないと思うっていう意見を言ってたから私はだから私は一緒に歩いてるのはでも一緒に歩いててい仕事関係だったら堂々と歩いてるからさっき言ったようにねだから堂々と歩いてるならず気にならないかな仕事ぽければん意外と見つからないなんで気づかないんだでもあの私が前 あのアイドルやってた時の運営さんはすごいあのこういう感じじゃないですかだからすぐ分かりません一緒に歩いてたら <laughs>、ね、分かるよねっていう感じだったりもするよねはいっていうわけでまあ私もこれはちょっとねバ,バツいやこれ三角かな仕事関係だったら OK じゃん仕事関係の人だったら OK だけど何かある人だったらまあ歩かないでください <laughs> 何かある人のことを隠してあげてくださいまあ隠してあげてっていうかそもそも やらないいいでほしよねねそういうことを、ね、隠せばいい隠してたら出てくるからな絶対ねやめてよなんかお葬式みたいなテンションにするのお通夜かお葬式かと思ったじゃんあにしと喋ってるからじゃ喋っていいよ水飲むからはいどうぞ拾って私が代弁してって私が代弁してあげるから<ー>付き合ってた、ね、アイドルが付き合ってたっていう。 やっぱりそうなんだね、うん、依存するんだねやっぱねあの今マイクを代弁してあげるから喋ってって言ったら <laughs> なんかあのアイドルとして付き合ってるのよくないって言ったんだっけアイドルとして彼氏いました前回のやつでねアイドルが彼氏いましたっていうのも、まあ、過去だアイドルになる前とかだったらいいけどってことよね現役中に彼氏いましたらまあ嬉しくないよね って話をしてたら、もう一人の方がやっぱ依存しちゃうよねっていう意味わからない。なんか、え、どのタイミングの依存しちゃうよね、なのっていう。なんで依存するんだねって。あ、なるほどね。お会いしてくれてる人は、やっぱ依存、どん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 ,どん依存してって、プライベートにまで入っちゃうんだねってこと。ああ、でも、うん、アイドル。 をやるんだったたらら難しいいいいいけけどやっぱある、まあ、あるアアイイドドルルやるんだったらだよ24時間アイドルでいないといけなとよだって Twitter 開けば自分はアイドルだし配信すれば自分はアイドルだしレッスン行けば自分はアイドルだしライブをすれば自分はアイドルだからじゃあ一日のうちに朝おはようってつぶやいた瞬間からアイドルが始まったとして夜お休みする瞬間までアイドルだったら一日終わってるよねっていう寝てる時間だけアイドルじゃないんじゃない意識ないから。<laughs> っていうね。 思うけどねわからないです。まあ、今私はね、あのアイドルじゃないんで <laughs>、今はアイドルじゃないんでちょっとわからないんですけど、その時はそういう気持ちでやってたし、大丈夫ですよ、今も何もございませんよ、皆さん。<laughs> こういうこと言うとね、何かあるんだろうみたいな絶対作んのよ、絶対。え、昨日言ってたあれさ、なんかあるってことって絶対言われるから、何もないです。はい、調べてください。<laughs> 言っときます、最初から。心配かけないように。 はいというわけで今日は全部で6問やってきたんだけど今日ちょっと癖強かったよね質問のね結構悩まされたでしょじゃあもっと癖強いの今度用意してきます <laughs> またはいというわけでですねちょっともうエンディングトークなんですけどあっという間じゃない今やってまあちょっと告知をちょっとさせてもらいたいと思います次回のこのラジオに関しては4月1日が放送日になります4月1日になります で前回ののラジオ放送も今日 YouTube アーカイブで見れるようになってます前回はねあの上野さんっていう方をゲストにこうお招きしてお話ししてたんですけど初めて初めてかなこう何て言うんだ今までこう私のことを応援してくれてる人とか関わってくれてる方が来てくれてたんだけど上野さんはまた別のつながりからこう応援してくれるみたいな感じってか本当に初めましてが楽屋だったんだよね。 からじめまして30分で喋るっていうのが新鮮に楽しかったんでぜひそちらの回も見てみてください。はい、あとですねまあこのラジオをなんだ観覧したいとか一緒に出てみたいとかいうことも募集しておりますので気になる方は私のツイッターからちょっと探してみてくださいよろしくお願いします。はい、というわけでえ今日ね今日ね今日ねあコメント届いたって。 なんか私も顔しにそうでしょ私疲れてきたらファービーみたいな顔になるんですよ。ちょっとファービー出してください。めっちゃファービーに似てるからファービーと並べてほしい。ありがとうございます。ファービーの白いファービーのなんか目こんなになってるやつと並べてみてください。マジ似てるんですよ。あひろきくん。スパさんと呼ばれてる人、ひろきくん。意識の高さに感服します。マジで感服って何感動みたいな。感動を超えて感服みたいな感じこれね、私ね。これです。マジファービーなの、今、顔。 やばくないめっちゃ似てんだよねなんかね疲れてくると顔がファービーになるんですよ <laughs> えっ何待って怖いなんか東京のところで今来た<笑><笑>急にまあ、大丈夫ですあとで東京をって表示されてるあのそうなんですよだからファービーに似てる今日ねもうこれもエンディングトークだから喋るんだけどねあの 昨日今日のライブのために練習しなきゃと思って練習してて、寝たのが5時ぐらいだったんだよね。で、起きたのが9時。まあ、4時間睡眠、よし、気合だーって言って、出る。で、家出て、ライブする、チェキ会する、その後と、とあるレッスンに行くからのラジオっていうあの。で、さっき初めて今日のご飯食べたっていう感じなんですよ。で、まあ、だから、ちょっとファービー化しても許してほしい。<laughs> でも顔がめっちゃファービーになってきてでねあの結構忙しいと何をしなくなるって私化粧を直さなくなるんですよだから今多分めっちゃ顔汚いつ <laughs> かないでよ観覧のた人がめっちゃ引いてる大丈夫ですかめっちゃ顔汚い状態なんですけどいはいというわけで思ってますかかわいらしいですの一言いただきましたというわけで今日飲むビールは絶対美味しいでしょうあコメント届きましただって 今日飲むビールは絶対美味しいでしょうって言っちゃうアイドルはどうありがとうございます。あきし、これが最後に読むコメントになりますね。今日もラジオ楽しかったよ。質問形式は見てる人も参加できていいね。次回も楽しみにしてます。確かになんかさ、質問系いいよね。これはありなしとかさ、普通にこう質問していくみたいなのいいよね。やっていくのね。 はいというわけであっという間に今日も50分経ったわけですけど次回のラジオは4月1日になりますもしかしたら次回ゲストさんいるかもしれないんですけどまた詳しく決まり次第お知らせさてツイッターでお知らせさせていただきますじゃあ今日は観覧の方お二人迎えてラジオ50分間やらせていただきました今日もご視聴いただいてありがとうございましたバイバーイまたねー